引っかかる、その裏側にこだわる、報道するラジオ。こんばんは、水野明子です。今夜はこの報道するラジオ、夜10時まで30分間の番組として放送させていただきますので、よろしくお願いいたします。さて、クーデター未遂後初めてとなりますトルコからの旅客機が昨日の夜関西空港に到着しました。日本人の乗客の方たちも本当に関空についてほっとしたという表情でしたけども、お話になっているのを聞いてましたらね、もうとにかくやっと帰れたというふうに言ってらっしゃる方、あるいは関空に着陸ランディングするときに機内で皆さん拍手が起こった、はあ怖かった思いをしてらして、本当に戻ってらしたんだなというふうに感じました。今回のトルコの件もそうですが、バングラデシュやフランスのニースなど世界のあちこちで、びっくりする出来事が起こっています。世界が激変してきているのかななんて思うんですが、海外で身の危険を感じるというのはもう遠い遠いところのことだと思っていたけど、いやそうでもないぞと、だんだんこう身近な感覚になってきたとも言えるかもしれません。で、そんな状況の中でですね、皆さん、アフリカの南スーダンという国で日本人が大変な状況になっていたということをご存知でしょうか。今日はまず南スーダンと電話をさせてもらってお話聞いたものを皆さんに聞いていただこうと思います。国連の職員として南スーダンで活動している国連南スーダン派遣団斉藤博之広報官に先週電話でお話を聞きました。これは7月12日現地時間のお昼1時ごろに伺っているものですが、どんな状況なのか、何が起こっているのか、こちらからお聞きください。ロケット弾ですとか銃弾の激しい音ですとか、大砲 の激しい地響きのするような音もひっきりなしに聞こえておりました。例えば戦車が走っているなど、何か見えたものというのはありますか？正直に刻んで確認したものというのはほとんどございませんで、我々もバスルームに地べたに伏して、できる限りドアや窓に近づかないようにという指示を受けていたものですから、それでバスルームが一番窓もなく宿舎の中でも安全な場所であるものですから、そこで日々を過ごしていた感じです。今お聞きいただいたようにロケット弾、大砲、その音の中でバスルームでもう突っ伏してなんとか身の確保を図ったという、そんな緊迫したお話に私も本当に驚きました。南スーダンにいる邦人70人ほどの人たちを救出するために、その自衛隊が動いたという事実があるんですね。そこで今日の特集テーマです。緊迫の南スーダン、自衛隊出動と題してお送りしようと思っております。早速今日お話を聞かせていただくのは軍事ジャーナリストの前田哲夫さんです。前田さんとお電話がつながっております。前田さん、こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそどうぞ。南スーダンという国、今まであんまりどういう国だったか私も分かってないことがいっぱいあるんですけども、簡単に言わせていただくと、大統領派と副大統領派っていうのを揉めてるんですね。で、今月の7日8日あたりから、小競り合いが急激に戦闘に発展したと聞きました。で、南スーダンの首都ジュバという町に滞在していた日本人の方がおよそ70人いらっしゃって、急激に治安が悪化するということで、その方たちに逃げることが必要になりました。そこで自衛隊が出動したというわけなんですが、前田さん、はい、今回自衛隊はどういう作戦を行ったんでしょうか？作戦と言いましても、そもそも南スーダンに派遣された自衛隊は国際平和協力隊
出会いという名称でありましてね、はい、働く自衛隊なんですね。 PKO なんです、ね、の一員として日本の陸上自衛隊が南スーダンに行って参加してるんですよね。そうなんですね。働くというのはつまり例えば橋を作るとか、はい、道を作るとか、はい、派遣施設隊という名称ですから、はい、戦闘を目的としたり治安維持を目的としたりというような任務はないんですね、戦う自衛隊ではなしに働く自衛隊として、国際平和協力隊、自衛隊員は国際平和協力隊員という名称で、はい、言ってるわけなんですが、 そうですね、それは前田さん、陸上自衛隊が PKO の活動に参加しているんですが、はい、今回は急激に南スーダンの治安が悪化したので首都にいらっしゃる、まあ、日本人の70人ほどの方に逃げてもらおうということで、その日本から航空自衛隊が輸送機を、まあ、飛ばして迎えに行った格好ですよね。その通りですね。はい、ですから働く自衛隊として、うん、南スーダンの人道支援、民生協力で道路作りや何かに従事していた、そこが、にわかに、内戦状態、銃撃戦が起こるということで、そこで、駐在の、はい、JICA をはじめとする国際平和国際協力基金で、国際協力機構ですね、の職員やなんか大使館の職員を救出するために、うん、小牧から C-130 輸送機がジブチにを経由して、現地にジュアに救出に行ったっていうのが今回の任務ということになりますね。はい、航空自衛隊の C-130 輸送機というものが、3機飛んだんですね。そうなんですね。でその一機に、南スーダンの日本大使館員の方たち4人を乗せて南スーダンから脱出して近くのジブチというところへ退避したということなんですが、はい、でも、はい、JICA をはじめとして在留邦人民間人はその前に民間機をチャーターしてケニアのナイロビに脱出しましたから、はい、自衛隊の飛行機は大使館員を運んだだけ、4人を運んだだけということになりましたね。そこがねよくわからないんですよ。これ、自衛隊機を飛ばそうというふうに、閣議で決定をしたのは参議院選の翌日7月11日のことですよね、はい、で7月11日小牧から、自衛隊機 C-130 が3機飛びました。だから3日ぐらいかかるんですね、あっちに行くのに。そうなんです。沖縄を経由して、はい、飛び飛びにタイに寄ったりという給油をしながら、はい、飛んでいかなければなりませんので、ずいぶん時間がかかる、時間かかって14日に着いて、そうなんです。で14日に大使館員の方たち4人を運んだんですが、はい、実はその前日13日に、はい、その他JICA の活動などでいらっしゃった多くの日本人は民間の飛行機をチャーターして、はい、ナイロビ、ケニアのナイロビまで退避できたんですね。そうなんです。ここら辺でわからないのはそれやったら民間のチャーター機だけで逃げられたんじゃないのか、そのあたりどうでしょうか。その通りですね。例えば過去にも例がありましてね、はい、90年から91年にかけての湾岸危機から湾岸戦争の時にも同じようなことがありましてね、はい、現地にいたクウェート周辺にいたイラクにいた在留邦人はすぐにエジプト航空とかトルコ航空をチャーターして脱出したんですね、はい、その方が早いし実際的なんですね。
そうか、日本から迎えに行ったら3日かかりますもんね。その通りですね。もっと近くにチャーターできる飛行機ってあってすぐに使えるもんなんですね、はい、でも今回は安保法制という新しい法律が決まりましてね、はい、あれはまあ11法律があるんですが、その中に PKO 協力法の改正案もありまして、それから自衛隊法が改正されまして、自衛隊が空輸をし、また輸送するだけではなしに保護しつつ輸送するというような新しい任務がついたわけなんですね、はい、それを試してみたかった。参議院選挙の前にそれをやると、はい、ただでさえ安保法制はまだ国民の多数の納得を得ていない、はい、政府も丁寧に国民に説明しますというふうなことを言ってますから、参議院選挙前にそれやってしまうと危ないということで終わるのを待ってということなんですね。そうか、安保法制が具体的に動き出したということが目に見えてしまうということは、できたら先送りしたかったんじゃないかということですね。で、この閣議の争点にしたくなかったということでしょうね。争点にしたくなかった、はい、現地の情勢悪化、内戦再発、銃撃戦というのはもう6月から始まってますから。そうなんですか。決して、ここ1週間2週間のうちに、起きたことではないんですね。で、参議院選挙終わって、これで、国内の、まあ、選挙の争点になることはなくなったっていうようなことを見極めた上で、自衛隊機をジブチ経由で現地に送る、そしてそこには輸送と保護という住民保護という新しい任務をつけて、はい、実施しようという思惑があったんだと思います。ただしかし JICA の多数の人たちはそれ以前に民間機をチャーターして脱出しましたので、はい、まあ、政府の思惑はその通りには、いかなかったということなんでしょうね。ラジオネームたぬきわんわんさんっていうリスナーの方がくださったのは、邦人の治安が悪いところからの救出は民間や警察でもできるでしょうに、今回は自衛隊が海外で活躍するための実績作りではないですかと聞いていらっしゃるんですが、そうなると前田さんどうでしょう。そうですね、そういうことが言えると思いますね。民間機をチャーターして脱出する方法がありますし、過去にもそういうことが行われてますし、はい、今回も実際には大多数の在留邦人はそうやって脱出したわけだけれども、政府としては新しい法律体系ができたし、自衛隊に新任務が与えられた、これを試してみようという思惑があったんだと思います。今回ね、航空自衛隊の輸送機を送ることを決めたのはアメリカ軍よりも先だったんですよね。はあ、そうですか。なんかこうアメリカ軍と、まあ、アメリカと日本のそうした何かやり取りがあったのかどうなのかななんて思うんですが、というよりやはり新しい安保法制の中で自衛隊の海外任務が新しい、これまで以上に可能になった。なるほど。それを試してみたいという思いがあったんだと思います。まあ、ここまではその邦人を退避させるための航空自衛隊の話でしたが、もともと PKO に参加している陸上自衛隊、まあ、南スーダンにずっといるわけですけど、その方たちもね、前田さん、はい、安全というまあ、ある程度の大前提がないと PKO 活動は続けられないはずですよね。その通りですね。さっきも言いましたけど、自衛隊というより国際平和協力隊なんですね、はい、実質的にはもう自衛隊なんだけれども、うんうん、名称は国際平和協力隊であり、自衛隊員は国際平和協力隊員として現地で派遣施設隊として土木工事、民生協力、働く自衛隊として勤労奉仕をしているわけです、はい、ですから平穏な環境雰囲気が維持されていないと任務が遂行できない、はい、そこで
PKO 協力法は5つの原則、PKO5 原則と言いますが、はい、5原則が保たれている枠内で行うという、大原則があるわけですね、はい、その5原則というのは停戦合意が守られている、うん、第2に紛争当事国が日本の PKO が来ることに同意している、はい、3番目が中立的に任務を遂行できる環境がある、うん、4番目に武器の使用は正当防衛をの範囲内で行う、5番目にこれは大事なんですが、もし停戦合意が破られたりした場合には任務を中断し撤収する。ほう、これが5原則だから、自衛隊が国際平和協力隊として現地で民生協力をしたとしても危険なことはない。そのはずですよね。で、今回菅官房長官も中谷防衛大臣も今前田さんがおっしゃってくださった PKO5 原則は破られてませんと、だから陸上自衛隊撤退する必要はないんですとおっしゃっているんですが、前田さん、はい、現地にいらっしゃる方は今どんな状況だと見ていらっしゃるのかを聞いておりますので、はは、ご一緒にお聞きください。国連職員の斉藤博之さんの声で先週12日に伺いました。私ども の PKO の部隊が例えば中国隊ですとかネパール隊、ルワンダ隊やエチオピア隊など、その歩兵大隊として来ている人たちが文民保護という形で地元の人たちを守る、保護するっていうことを昨日も引き続き続けております。先ほどクリニックの方も訪れまして、やはり銃弾の跡を受けている方々が、昨日の夜までの段階でこのクリニックだけで150名ほどというふうにも言っておりまして、はい、まだその弾が、銃弾が体内に残ってしまっている患者さんが何人かやっぱいるそうなんですね、はい、そういった人たちが一刻も早くここのクリニックから外に出てちゃんと手当てのできる施設に移るということも結構大切なこと、課題になっております。そうした状態を停戦と言えるんでしょうか。今とりあえず衝突が発生していないっていうのが今非常に私も含めて少しその心が落ち着いてきてはおります。でこのままその武器を捨てて対話の方向にやはり移っていってほしいっていうのが私個人の願いでもあり、国連としても訴えかけているところであります。これは停戦がちゃんと合意されている状態でなければ PKO は撤収しなきゃいけないというのが日本の PKO5 原則なわけですが、前田さん、はい、これ状況はもちろん刻々と変わると思いますが、これ停戦と言えるのかどうか、どうご覧になりますか。報道によれば市民が300人以上殺されているということですし、はい、中国の PKO 部隊でも5人の死者が出たということですから、はい、とても停戦合意が維持されていて紛争当事者が日本の国際平和協力隊に来ることに同意している状況とは言えませんよね、うん、しかし防衛省中谷防衛大臣は、現地の情勢は散発的な発砲事案があるけれども5原則が破られている状況ではないというような認識を示しているんですね。したがって中断撤収の必要はないというのが、政府の基本認識で、どうも現地の状況で今聞いた録音から見ても随分差がありますよね、はい、PKO に参加している中国隊員は死傷者が出ておりますが、これからですね、安保法制で大変議論になりました駆けつけ警護という任務についても、これ、陸上自衛隊にこの任務が与えられるかどうかという状況になっているんだそうで、
はい、今あの5月から行っている陸上自衛隊の部隊にはこの駆けつけ警護の任務は与えられてないんですよね。はい、しかしながらこれからどういうことが考えられるんでしょう。今行っているのは3月から行っているのは北海道の部隊なんですが、3月ですか、失礼しました、はい、11月に交代して、はい、今度は青森の部隊が行くんですが、その部隊からおそらく駆けつけ警護と呼ばれる自強協力法の新しい分野が適用されるだろうというふうに言われています。で例えばあの PKO で中国部隊に犠牲が出た、その時に駆けつけなければいけないというようなことってあり得るんですか。そうです。これまでは先ほどの録音にありましたように歩兵大隊として派遣されたような部隊がその任務に当たっていたわけですね、はい、日本の陸上自衛隊は派遣施設隊ですから民間協力民生協力働く自衛隊だったんで歩兵大隊のような任務はしなかった、できなかった、はいはい、しかし、改正された PKO 協力法改正された自衛隊法によってこれから民間の NGO それから他国の PKO 要員が危害危険に陥った場合駆けつけて警護する、まあ、駆けつけ警護ですね、はい、ができるようになった。歩兵大隊のような武装集団に対して発砲し抗戦しで民間 NGO を救出する、他国の PKO 要員を救出するというような戦う自衛隊の役割が法律に書き込まれた。で、今現地に行っているジュバに展開している派遣施設隊はまだその任務が与えられていませんが、はい、11月から交代する青森の部隊には多分この駆けつけ警護治安維持、はい、武装集団を、駆逐する任務遂行のための武器使用といったことが、命令として、任務として、与えられるだろうというふうに言われています。つまりそこで抗戦状態になる可能性は、その通りです。十分あると見なきゃいけないんですね。抗戦し救出する。抗戦し救出するんですか。はい、武器を使用し相手を制圧して救出する。まあ、戦闘ですね、はい、ということになります。問題はその武装集団というのが、テロリストとかゲリラというのは制服を着ておりませんしね、はい、住民とどこが違うのかというのは分からないような集団なんですよね。はい、そういう中で自衛隊が正しくそれを敵を見極めて、きちんと任務を遂行できるのかどうかということは、うん、かなり疑問ですし、はい、そこでもし間違って、非戦闘員を殺傷したというようなことが起こりますと、また別の問題が出てくる可能性があるわけですね。はい、今日どうもありがとうございました。はい、軍事ジャーナリスト前田哲夫さんでした。報道するラジオ、今日はですね、南スーダンそして自衛隊の動きをお伝えしましたけれども、闇夜のカラスさんという方、これからの動きがとても不安ですねというふうにおっしゃっております。明石大さんも親日のトルコの動向が気になりますとおっしゃっておりますが、自衛隊が今どういう動きをしているのか、これから何が予想されているのか、ちゃんと私たち知っておかなければいけないな、意識しなきゃいけないなと思います。報道するラジオ、来週はいつものように夜8時からの放送です。